皆さんこんにちは。任天堂の坂本です。ファミコン探偵クラブの最新作エミオのプロデューサーです。ファミコン探偵クラブは30年ほど前に消えた後継者と後ろに立つ少女という2作品を発売したファミリーコンピューターディスクシステムのアドベンチャーゲームシリーズです。どちらも自分で解き進めていく映画というようなイメージでゲームデザインしました。2021年に任天堂スイッチでリメイクしたんですけども、それをやってみてね、これは絶対にファミタンの完全新作を作らなあかん、良いものができると思ってやろうと決めました。30年越しの新作ですからね、プロット作りから脚本、カットシーンの演出に至るまで細かな部分も全てやりました。エミオとは泣いている女の子の前に現れて、その命と引き換えに笑顔の紙袋を与えるという本作オリジナルの都市伝説です。都市伝説ってそんなんただの噂やんって思うけど、幽霊とは違うリアリティっていうか生々しさがあるんですよね。その噂の背景をしっかり描くことで事件の見え方そのものが変わってしまう。それを問いかけるようなストーリーにしたかったから、今までにはない思い切った仕組みも取り入れました。本作ではこのタイトルにもなっているエミオという都市伝説、そしてそれによく似た殺人事件をめぐって宇津木探偵事務所が事件解決に挑みます。今作エミオは過去作とリメイクからのノウハウと温めてきたアイデアをフル稼働させて、脚本も演出も思いっきりやるつもりで、信頼できる仲間たちと感性をぶつけ合いながら作り上げました。ファミコン探偵クラブの一つの完成形といえる自信作です。自分が描きたかったものをストレートに表現しているので、特に結末は人によっては賛否が分かれるかもしれません。そんな本作だからこそ、世界中の人々に一人でも多く触れてもらって、それぞれが思ったことや感じたことを長く語り合ってもらえればと思っています。お客さんたちのいろんな声を早く聞いてみたいですね。